東条駅は、広島県小原市東条町川東にある、西日本旅客鉄道芸備線の駅である。後駅との間に、岡山県と広島県との県境が走り、旅客流動も東駅を境に分かれている。新見駅発の芸備線のうち、半分は東駅で折り返す。東駅からビンゴ落合方面へ向かう列車は1日に、3往復のみであり、 全国でも有数の換算路線となっている。鉄道よりも駅前にあるバス停から発着するバスの発着の方が賑やかで、広島方面へ向かう高速バスは1日6往復運行されているほか、福山行き路線バスや小原市登場地区内を走る路線バスも運行されている。校内地上駅。もともとは相対式ホーム2面2線を有する駅であり、 駅舎側のホームが2番線、向かい側のホームが1番線と、一般的な付け方とは逆に、番線番号が付けられていたが、旧1番線への個線橋は老朽化に伴い、使用できなくなっており、立ち入ることができない。そのため現在は、短式ホーム1面1線のみで運用され、ビンゴ落合方面、新見方面とも2番線に停車する。ただし、使われなくなった1番線は、 現在も、場内、出発信号機が残っているため、上り本線として扱われており、上り列車は下り本線に逆線停車する扱いとなっている。なお、夜間時間帯には一本列車が留置される。新見駅管理の簡易宅駅であり、窓口では乗車券を販売している。急行列車が運転されていた時期は、急行列車も停車しており、 ホームには1972年から1980年まで運行された急行、山の湯の号車案内が未だに残っている。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。バス乗り場は駅前にあり、それを示すポールが立っている。なお、乗車券、パスピーは駅で販売している。なお、美北交通、中国バスともパスピーを使用できる。ありがとうございます。